こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーでの購入品をご紹介します。最初はふわふわティペットです。330円です。材質はポリエステル 100% のエコファーです。昔はフェイクファーと呼ばれていたものです。名前の通りすごくふわふわとしていて、肌触りが気持ちよく暖かいです。両端は丸くなっていますが、実際につけてみると四角いのとはまた違った可愛さがあります。ただこのタグはいらないので、後で切ろうと思っています。サイズは長さ78センチ×幅13センチです。洗濯は手洗いで陰干しすることになります。漂白剤やタンブラー乾燥、アイロン、ドライクリーニングはできませんのでご注意ください。私はベージュを選びましたが、濃いめのブラウンもありました。涼しくなってきた今、ずっと触れていたいと思うほど触り心地の良いふわふわティペットです。次はシリーズ化されているシアバター配合のフェイスマスクとオールスキンクリーム、肘・膝クリームです。それぞれ110円です。前回リップジェルを紹介しましたが、それと同じシリーズのものです。リップジェルは薄く塗ってもしっとり感が持続してとても良かったので、こちらの3点も後から買い足しました。全部無香料です。オールスキンクリームのみフルーティーシトラスの香りのものがありました。どれも保湿成分のシアバターとセラミドが配合されていますので、さらにしっとりとした感じがあります。フェイスマスクはシートタイプのものが3枚入っています。使い方は顔全体にマスクを広げて5から20分置いてからマスクを剥がします。あとはシートでパッティングしながら美容液をお肌になじませます。袋はチャック付きですが、ありがちなのがチャックを閉じても袋をそのまま横向きに置くと液漏れすることがありますので、チャックを上向きにして保管する方が良いです。マスクは長時間の使用やマスクをしたままの就寝はしないようご注意ください。こちらはオールスキンクリームです。手や足、お腹や背中もこれ1本でカバーできるのが嬉しいです。手に取ってみると一見硬そうに見えるテクスチャですが、実際はごく少量でも太陽に溶けてクリームがスーッと伸び、肌に馴染んでいく感じです。もちろんしっとり感はあります。シアバターというと多少ベタつくイメージがありますが、ベタつきは全く感じないです。それどころか肌に馴染みすぎてクリームをつけた感覚すら感じないです。内容量は 50g です。こちらは肘・膝クリームです。こちらも内容量は 50g 入りです。クリームが滑らかなので、オールスキンクリームと同じ感覚でチューブを押すとクリームがたくさん出てくるので要注意です。こちらもクリームの伸びがすごく良いので、特に肘に使う場合はほんの少量で十分かと思います。肘や膝をつく方は部分的に硬くなっていると思いますので、クリームで少しずつ改善できたらと思います。こちらはしっとりとしているだけではなく、つけたところも触らなくても潤っている感じがわかります。どれもが使い心地の良いシアバター配合シリーズです。次はフクラムデンタルフロスです。110円です。フクラムフロスですが、別のタイプのものがセリアでも販売されていましたので比較してみようと思います。ダイソーの方は水に触れると膨らみ、歯垢を絡め取るタイプのスポンジフロスです。フロスの長さは25メートルです。使い方は裏面に書かれています。セリアのフロスの長さは32メートルです。この2つは全く違うタイプのものです。太さを比べてみると、ダイソーの方は一般的な太さのものですが、セリアのフロスは最初から膨らんでいるような感じで太いです。
水分に触れると膨らむというダイソーのスポンジフロスの先端に水をつけてみましたが、見た目では膨らんでいるようには見えませんでした。でも歯と歯の間の摩擦でフロスが少し広がります。100均のフロスは以前使ってすぐに切れたので、それ以降は使っていませんでしたが、こちらはまだ一度も切れていないので継続して使えそうです。使うとやはりドラッグストアで買うフロス同様すっきり感はありますので、使ってみたい方はお店で探してみてください。次はバルさんのクロラスバリアスプレーという除菌消臭スプレーです。110円です。こちらは食品添加物のみで構成されているもので、クロラス酸配合と書かれています。クロラス酸という文字を初めて見たのでネットで調べてみたら、バルさんのページに行き着きました。そこにはクロラス酸を新型コロナウイルスに接触させると30秒で検出限界へと感染化が減少と書かれてあり、よくわからないまま買ってみました。4種類ぐらいありましたが、こちらは家中どこでも 99% ウイルス除去する除菌消臭剤です。他にもキッチン用がありました。用途はドアノブ、ベビー用品、ゴミ箱、三角コーナー、排水口、ディスポーザー、キッチン、トイレ、浴室、洗面所、玄関、リビング、寝室などと書かれています。使い方は対象物から20センチ程度離して、表面全体が湿る程度、1平方メートルあたり約5回を目安に直接噴霧します。水気が気になる場合は清潔な布やキッチンペーパーなどで拭き取ります。内容量は 400ml です。こちらは人体や動物には使用しないようご注意ください。また他の製品と混ぜたり併用しないよう合わせてご注意ください。みんなよく知っているのか、近隣のどこのお店に行ってもほとんど棚に残ってないほどよく売れている印象の除菌消臭剤です。次はインテリアカードセットです。110円です。ゴッホとモネのグッズがたくさん販売されていますが、近隣でやっと発売されたカードのみ購入しました。これらの絵画は全部有名なものなので知っている方は多いと思います。サイズは3サイズあります。大きいサイズは自画像、星月夜、中サイズはひまわり、夜のカフェテラス、糸杉のある麦畑、小さいサイズは糸杉、ヴァン・ゴッホの寝室です。気になる絵画のカードがあればフレームに入れて飾っておくと良いかと思います。